じゃんくん、じゃんくん、このブラシでお腹もブラッシングさせてくれたよ。うん、最近もなんかお腹も平気になったよね。そう、だっていっぱい巻いた時にゴロッてお腹下げて、うん、みたいな。うん、ちゃこちゃん、ちゃこちゃんは朝外に出てからですね、もう1時間以上ずっと遊び続けているようですよ。1時間半ぐらいかな。もう今や8時ぐらいだったもんね。もう出てた、うん、7時台後半くらいから出てるから、今9時36分になります。1時間半を超えてずっとちゃこちゃんは遊んでいます。ご飯食べないんですか、ちゃこちゃん。ご飯は、まだご飯という言葉で呼ぶことができません。最初のうちはさ、ご飯入れると飛んで帰ってきてたのにね、なんか遊びが楽しくなっちゃったんだね。ということで、いよいよこういったもので呼び寄せようかな。はいはいはい、はい、こっちだよ。これで呼ぶとこういう人たちもすごいことになりますが、はい、はい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 が閉まらなかった。はい。はい。魂打ちでごめんなさい。でももうそろそろご飯を食べていただかないと困ります。はい、よいしょ。あら、はい、あれ、はい、はいはい、こっちですよ。ここにもここにもちゃこちゃん、もう置いといたら食べるか。じゃあ君たちでちょっと少し遊びも進めましょうか。はいはい、
ちょっと乗りにくいかなって思う。ああ、そうね。どっちかを下に落としとこうかな。そうする？ベッドを下に落としてカリカリはお腹空いたらすぐ食べる、寝てても食べられるようにベッドで、どうしようかな。ベッド食べてもらっちゃって、ちゃこちゃんベッドを下に落としますから食べてくださいね。たんじゃない。はい。仲睦まじい。